はい、皆さんこんにちは、モロトフです。マースウッド続きをねやっていきましょうか。こちらね、我々の拠点ですね。前回こちらのね改装工事を行いました。引き続き様々なね施設を作っていこうかと思うんですけど、あとね我々の所持品ちょっとここに置いておきました。結構ね持ち物制限があるみたいで、あれからね地味に木材と石を取っておきましたね。でここに置いてるっていうイメージです。そうすることで早速ですけども、ワークベンチでねいろいろ作れるんですけど、このワークベンチ自体さ中にね入れていこうかなと思います。いろいろね移動できるみたいなんですよ。面白いよね。さあ、そしたらばワークベンチはどこにあるかというと、ここですね。収納されております。よいしょと、ここに置いておきましょう。で今回作るのは鍋作りたいんだよな。これ木材が必要と書いてあるんだけど、さっき言った通りね木材はゲットしておいたのですぐ作れます。はい、これ1個作っておきましょう。鍋ですね、ここにあるので、どこに置いとこうか。ここら辺に置いとく、もっと中心の方がいいのかな。まあいいや、ここキッチンにしておきましょうね。よいしょと、こんな感じで、このベッドなんかもこれ移動できるんだけど、一旦ここでいいかなね。そしたらば今後ねレシピなんかを開放することで様々なね食料が作れるみたいで、食料はねちゃんとね料理した方がお腹いっぱいになるみたいですね。焼きリンゴはすでにあるのか。あとはお粥なんかも作れそうですね。あ、そういえば前回さ鹿の肉を取ったことで調理した鹿の肉が作れる、これはいいですね。よし、やっておこう。2つ作れるのでサクッと2つ作っておきました。そしたらばまだまだ何かいろいろ作りたいんだよな。金床作りたいけど鉄の延べ棒がないのか。鉄の延べ棒はどうやって作るんだろうか。ここにね炉がありますね。おそらく炉で作るんだ。石がね40個必要だよと言われているんですが、先ほど言った通りここにね石ね100個ぐらいねゲットしておいたんですよ。結構大変でした。炉はねこれですよね。なので F ボタンで1つ作っておきましょう。そして設置すればいいかな。すぐ横にちょっと設置しておく、こんな感じで設置しておきましょうか。で炉で何が作れるかだけど、銅の延べ棒とかねカッパを持っているのでこれ早速作れるみたいね。作っておきましょうか。それ以外もここに結構たくさんあるんだけど、これちゃんとやれる？あ、結構な数いけそう。あ、同時にね銅の延べ棒は2つしか作れないのか。そして鉄の延べ棒を作るためにはアイアンオー、つまりね鉄鉱石が必要だと言ってるか。それでは今回ねアイアンオーをね取りに行きましょうか。さっきのようにですけども、道具ね材料なんか重くなっちゃうんで、これ一回置いておく。そうしましょう。分かるようにちょっと移動してね置いておくっていう感じがいいと思いますね。ウサギなんかも持っているのか。これウサギですよね、ウサギの毛皮。まあでも石が重いだろうから石を置いておきましょう。そして木材ですね。あ、ウサギね。そうかそうか。そしてここに木材を置いておくということで、空っぽの状態でね取りに行きましょうか。鉄鉱石はね町の方におそらくあると思うんですね。この周辺にはね鉄鉱石は残念ながらありません。さあ町の方に行きましょう。でツルハシ持ってた方がいいかなね。このツルハシを持ちながらスピードをね上げていきましょうか。よいしょよいしょ。確かね町のね外れ下の方に鉄鉱石があると思います。あ、なんかこれ取れる？取れないか。結構いろんなものがねこうやって置いてあるんだけど、取れそうで取れないんだよな。これもなんか置いてある、羽がありますね。あ、やった、開けるって書いてある。チーズ、カモミールゲットしておきましょう。そして羽もありますね。さあそれ以外、よしよしよし、採集しておこうかね。さあこちら側なんか怪しい雰囲気になってきたね。真っ暗になってきた。なんか悪いやつがいそうな予感なんだけど、ちょっと怖いですね。あんまり深みに行かない方がいいかな。ここになんかある、開けておこうか。ネズミいた。あ、ちょ待って、赤すぐりがあるんだけど、ネズミがいますね。わ、怖い。ネズミさ武器で倒すしかないか、この弓矢で倒そうか。よいしょと、行った。よいしょ、はい、逃げた。よいしょと。ね、なかなか強い。何気にね、ネズミへの命中率はすごいんですけど、なかなかやっつけることができなかった。
やっつけました。はい。気づけばここはなんだ？蜂蜜がここにあるのでゲットしましょうか。誰かここで暮らしてそうだな。ミードをゲットした。そして調理もできるか。うん。調理の前に前回のね、鹿肉食べておこうか。うわ、さすがにお腹いっぱいになったぞ。で、さっきの場所にね、鉄鉱石らしきものがあったので、これですね。これを取りましょうか。よいしょ。よいしょ。下にもありますね。これで鉄の延べ棒がおそらくなんだけど、作れると思います。この周辺はね、沼地だと思うんだよね。うん。鉄鉱石というのは沼地周辺にあるっていうのをね、覚えておきたいと思いますね。さあ、どうだどうだ。まあ、だんだん深みにはまっている感じもしますけど、左側何かありそうですね。取っていきましょうか。これ絶対誰かいるよね。ろうそくがあるもん。捨てられた小屋があるって。大丈夫か？お墓もあるぞ。こん中入っていきましょうか。ね。さあ、入っていくよ。よいしょと。宝箱、意味深ですね。ありました。お、そしたら鋼のね、延べ棒を見つけた。あと、皮も見つけました。取るということで、ミードとね、焼きリンゴがありましたね。愛する娘よ、美しい妻よ。お前たちのいない人生なんて私には何の意味もない。飢えと渇きで命果てるまでここに横たわろうということで。あ、これはね、男の死体ということか。結構悲しいね。うん。さあ、そそくさとですけども、こちら、あった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 。やばいやつがいる。明らかにやばいやつがいるし、ちょっとスピードが速い。うわぁ、待て。なんとか町の方に逃げていきたい。どうなんだ。うわ、すごいな。スピードが速そうだけど、私の方が若干速いのかな。シルトラーカーと書いてありますけど、大丈夫か？街どっちだ？もうちょっと上かな？街の中にこいつをおびき寄せるとどうなるんだろうか。もうちょっとこっちかな？ね。街におびき寄せて大混乱するんではないのか。ちょっと楽しみですけど、どうだ？何も反応しない。お、反応した。戦士が行きました。もっと戦士いないのか。よいしょよいしょ。お、すごい。女性たちも戦ってますよ。いけ。わ、危ない。私が食らっちゃいそうだ。お、町の人、斧まで持ってるぞ。行け、みんな行ってくれ。ちょっとみんななんか、どんくさい気もするけど、全員でやっつけるんだ。どうだ。やっつけろ。もうちょっと強い戦士とかいないのかな。この人たち強そうなんだけどな。こん中入ってったりして。こん中入っても意味ないか。さすがに来る？来ない。ここで見守りましょうか。入ってきた。やばい。大丈夫か？私もちょっと剣でね、応戦するか。よいしょ。おーっと。やばい。危なかった。おいしょ。はい。やっつけてくれ。みんなやっつけてくれ。頼む。街のど真ん中に行きたいところだけど、ど真ん中がどこにあるかわかんない。こっちかな？よいしょと。さあ、みんなやっつけるんだ。大変なことになってるぞ。よし。戦士っぽいやつもいた。ここをぐるぐるすることでやっつけることができそうかな。みんなでぐるぐるしちゃってるけど。よし。相当な人数来た。やっつけてくれ。よし。こいつを倒したら何か手に入るかもしれないですね。なんとかやっつけることができました。漁っておきましょうか。シルトラーカーの肉をゲットしましたね。そして依頼があるよということで、クエストもね、同時に更新されております。さあ、我々ですけど、引き続きなんか売れるものがないのかな。皮とか売っちゃっていいのかもしれないけど、なかなかさ、売るようなものっていうのは今のところ持ってないんだよな。まあ、強いて言うとさ、この錆びついた銅の剣嫌だな。93ゴールドしかないんだけど、錆びついたね、鉄の剣を買っておきましょうか。そしたらばね、攻撃力が6のですね、鉄の剣に持ち替えることができました。もう少しさ、鉄の延べ棒を作った方がいいのかな？いや、これはこれで一回変えるか。ね、そうしましょう。村人たちがね、一致団結してくれましたね。よかった。さあ、我々の、拠点ですけど、この上行けばいいんだと思うんだけど。うん。どんどん行きましょう。そうですね。すぐ上に我々の拠点があります。で、木とかね、石はね、ゆっくりなんだけど、このね、敷地内にね、生成されるみたいですね。そしたらばね、銅の延べ棒ゲットしました。引き続き、鉄の延べ棒ね、2つ作っておきましょうか。なぜかというと、さっき言った通りなんだけど、金床ね、作りたいんだよね。
石はおそらく十分あると思うんで、これちょっとね、取っておきましょうか。で、2時間必要だから、仮眠しておきたいと思います。あっという間に2時間経ったかな？まだ経ってないかな？経ってなさそうですね。調理する？さっきさ、謎の肉ゲットしたんだけど、ここら辺かな？うん。さすがにさっきのモンスターの肉は焼くことができなさそう。食べることができないんでしょうね。はい。そしたらば、はい。一個ね、鉄の延べ棒をゲットしました。結構時間かかるのか。そうか、そうか。それではね、時間もあることですので、上の方探索行こうかな。このさ、植物どう？あ、採取できんじゃん。よしよしよし。大麦採取しましたね。季節、ひょっとしたら人参とかキャベツを植えることができるんだろうか。おう。そして、エンドウ豆も何気に採取できるぞ。いっぱい採取できます。そして、キャベツ。どうだ？キャベツ太郎は植えることができないか。植えられないですね。人参も当然植えられないってことだよね。季節はまだね、そのシーズンになってないのか。もう少し上行っておこうか。ただ敵がいるとさっきみたいにね、巻くことができないから注意が必要かも。やめておこうかな。これさ、前回、あ、なんで？前回倒したと思ったら野党がいる。やっつけてみようか。よいしょ。ちょっと待って。よいしょ。どうだ？前回よりもさらにこっちはパワーアップしてんだぞ。ね。よいしょと、やっつけることができた。こんぐらいだったらね、ちょろいのかもしれない。ただ持ってるものがしょぼいですね。それでは危険なので、もう一度戻りましょうか。ね。はい。夜になりましたけど、延べ棒ゲットできました。鉄の延べ棒です。うん。引き続き時間がかかるから、銅をさ、やりたいんだけど、もうこれ以上持てないよと言われているので、早速さ、金床作っちゃおうかな。これ作れるよね。よいしょと作りました。で、金床設置しておこうか。金床はこれですね。よし、これで武器とか作れるんだと思うんだけど。で、金床を置いといた。引き続き持ち物が重いと言われているので、羽か。この石がね、重いんだよな。石が悪さしてる。よいしょと石を置いておきましょう。そうすると現在所持しているカッパ王、銅鉱石なんですけど、16個もあるんで、ガンガンね、製造に回していきたいです。そしたらば、銅の剣ぐらいしか作れないのか。しかも銅の延べ棒6個も必要なんだ。まあこれ売ることができんのかな。100ゴールドぐらいで売れるから、ゴールドをね、稼ぐにはこういった方法もあるのかもしれない。あとは樽とかも作る必要あるかな。鉄の延べ棒が引き続き必要なのか。圧縮機っていうのも魅力的だな。木材結構あるからこれもいけちゃうかもしれない。どっちにしろね、鉄の延べ棒がかなり今後ね、必須になるんだと思います。はい。ということで、今回はね、ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？なかなか面白いよね。続きがね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.